マツダの CX-5、 これは 2.5 リッターのガソリンです。ディーゼルに比べてやっぱりエンジン音は圧倒的に静かですよね。振動も少ない。以前はガソリンとディーゼルで遮音とか随分違ってて、ガソリンの方が逆に音がうるさかったぐらいだったんですけども、旧モデルの後期型からはガソリンの遮音なんかもね、ちゃんとディーゼルと同じになって、静かになりました。この車も新型はそれを踏襲しててガソリンですけども、静かにできてるということで、今一般道に出てみます。インパネを見る限りはもうガソリンもディーゼルも区別ができないぐらい一緒ですね。この車は1500キロぐらい走ってますけど、まだ新しい。 2.5 リッターあるんで、低速トルクもそこそこありますので、走り出しのところのドライバビリティは悪くないですね。ディーゼルは若干ちょっとね、1速2速のところ、変速のところでアクセルに対してエンジンの突きがちょっと悪かったり、ギクシャクはしないですけども、少しもたっとするとこあるんですけども、ガソリンの方はその辺は全然こうスムーズにドライバビリティとしてはいいです。扱いやすい感じです。一応この車は 2.5 リッターの方ですね。今アイドルストップが効きました。作動してます。エアコンをかけるとエンジンが始動しちゃうっていう感じですね。オーバーヘッドのディスプレイが4色のカラーになって非常に見やすくなってますし、車間を測る車間表示ね、それからオートクルーズコントロール、この辺も操作性が非常にいいです。市街地のこの速度域だとディーゼルよりも乗りやすいかもしれないですね。思った以上にトルク感があって、ギア比との兼ね合いもあるんでしょうけど、非常に加速力がいいですね。1速と2速をこう行ったり来たりするような車速域でのエンジンの突きとかコントロール性、スロットルレスポンス、その辺が非常にねスムーズで
ロントがそれでこう軽いですね。やっぱりアジリティ、動きが軽快、それに合わせてこう加速感減速感も軽快です。静かさとしてはエンジン音はもちろんね、ディーゼルよりも静かです。
足が硬く感じられる。フロントが特に軽い分かな、全体的にちょっとひょこひょこしていますけども、あの、まあ、ディーゼルの方も新しいうちはそういう感じがありますね。走ってきて燃費がね、リッターあたり 10.2、 さっきディーゼルの時は16弱だったので、まあ結構やっぱり燃費はディーゼルのは全然いいって感じですね。 2.5 リッターのガソリンの SUV としてはこの車も決して悪い数字じゃないですけど、輸入車と違ってこの車はレギュラーガソリンでいいのでね、そういう意味ではあの維持費は廃屋の SUV を持ってるよりは全然安く済みます。ただディーゼルと比べたらその差が大きいですね。まだまだ